僕はこのアイディアを、思いついたのもかなり前でして、大学を美術大学卒業して、次の年初めて国内線の飛行機に乗った時に、で東京湾がよく見えて、でそこを走っている船がバスナに見えてしまったんです。でそういう衝撃の瞬間があって、でその瞬間にそのアイデアをバスナから任命されたわけなんですけど、その後スケッチには書いていたんですが、アートというのは社会にとって、あるいは人間にとって切実な問題を扱うべきっていう考えが自分の中にあったんです。なので面白いと思ったけれども、これはアートではないのかなって放っておいたんです。もう初めにファスナーに、船がファスナーに見えた、見間違えた瞬間をちょっと思い出しました。僕自身がこのファスナーを作ったわけじゃないというところがポイントだと思います。このファスナーはやはりこう日本の技術がファスナーというものの、一番のなんていうか魅力を具現化できたわけです。でそういう魅力を再発見していくということが、今後例えばデザインがいろんなことを解決して、もう本当に何も考えなくてもスムーズに物事が進んでいくということができたとしても、それが当たり前になってしまったら、やはりそれはもったいないっていうか、その凄さ、その魅力を伝えていくという活動が、再発見していくきっかけを作っていかないと、楽しみはなくなっていくのかなっていうふうに思ってまして、現代に立ち会えた自分としても、このファスナーっていうものは、ファスナーの船を作ったことで初めて気づけたんです。